2024年合格目標過去問解き方講座いよいよ開講ということで、まあね、なんなんだ開講スタートです。もう気持ちをガラッと変えてください。さあもう受験が始まりますよということです。もちろん、この通常の授業の、まあ一般的な浪費のクラスの前に、まあ、一部年金の授業とかも進めておりました。まあ、厚生年金、国民年金も一応、今年試験傾向を見ながらどうなってるかみたいなお話をしました。でも実質上今日からもう まさに開講です。まあ、その一つ目がですね、この解き方講座っていうのにこう入っていくわけですけども、この解き方講座は名前つけるのにすごく私悩みました。どうやったらいいのかなとかね、何ってでさ、やっぱりもう素直にもう日本語でね、解き方講座の方がいいんじゃないかなと思って作りました。そしてこの解き方講座っていうのは何かというと、魔法の話はしません。こういうやり方やるとこうなるぞみたいな努力の結果なんだけど、方法論の話をします。まあ、例えば具体的に言いますね、問題文が、まあ、こうあったら練習をしていくわけです。これ問題文ね、まあ、例えば問い、まあ、1とかあってこう ABC とかこうあるじゃないですか、で E とかそこでこう文章が6行とか7行とかこう来ますよね。そしたら常に練習するんです。あの科目によってちょっとね違うんですけど、例えば労働基準法だったらね、罰の問題が少ないんで、意外と言葉の話、今日は労基法だからね、例えば限るだとか絶対的な言葉だとかね、だから問題も読まなくても、文末から最後の文章をまず読んで、できるのか禁止してるのか見て、それからこう最初の文章に行くんです。その途中にさーっと見ながら、ヒントの言葉があったらそこをいきなり罰にはしません。だからヒントとしてちゃんと受け取るんです。限るととか絶対とかそういう言葉が出てきたらですよ、これは明日やります。第2回目の授業で、まあ、問題集を使いながらどういうふうに問題が作られているか、それを見ていきます。まあ、こういうふうに問題をね、労働基準法だったらこういう解き方だし、まあ、例えば年金みたいなところに行くと起算日がいっぱい出てきたり、各科目若干こう解き方が違うんですよ。うん、だからそういう各科目のこうものを見て、内容を見ながら進めていこうと思っております。はい。そして、A とか B とか C とか D とか E とかあって、 B に、まあ、これが答えだった、このことを、まあ、私点数問題って言い方しますから慣れてください。で、点数問題って何？答えになった問題です。そこが分かっていれば大丈夫。他が知らなくたってこれは間違いないっていうのが分かっていれば、これは合格できちゃうわけです。はい。その点数問題を全部明らかにします。10年分の過去問のどこに答えがあったのか、多分と感じられる方もいると思いますよ。僕自身が思ったんだから。はい。さあ、これはもうね、こういう講座ですよということをお話して、そしていろんな資料を皆さんに、まあ、お渡ししております。なんかこの4つもね、で今日使っていく話は、こちらを使います。2024年のごめん今日じゃない明日第2回目順番間違えちゃうね。これは2回目で使います。で今日使うのは残り3つのこちらの方を、授業として使っていきます。特にオリジナルテキストって書いてる、ここに山下塾って書いてますね、これを今日は授業のメインにいたします。はい。まあ、それで、浪費っていうのを一つ一つね、私のカリキュラム見てと思われた方が多いと思うんだ、全国の方ね。どういうふうにって言ったら、なんでこの人普通講義が終わって過去問じゃん、うん、って思うじゃない、普通流れ的にはそう思うよね。だけどさ、やっぱり最初に過去問やるべきじゃないの。あ、そう思うよ。
で最初の過去問でどういうふうにこの仕組みになってるのか、どういう勉強すれば取れるのか。例えばね、みなし労働なんて試験に何回出てるの？みなし労働試験何回出てるの？いわゆる回数の問題だよね。うん、まあ少ないんです。まあ年少者も非常に少ないんです。逆に相続みたいなものって一部出てくる可能性があるんです。だからまず過去問がどういうふうになってるのっていうのを明らかにして、それを2回でやりますからね。そしてそれから講義入っていくわけです。それで終わったらちゃんとテストが2回あるじゃありませんか。過去問ではないけども、そうするとその一つのものでちゃんと仕上がるように持っていってるわけですよ。だからこの2回の、過去問の解き方講座っていうのをうまく利用してください。そしてね、まあ、このいつ皆さんがこれ聞いてらっしゃるかわからないんで、ちょっと何とも言えないよ。もし、ね、浪記を勉強されるときにね、少なくとも2つの科目を同時にちょっとお願いしたいんです。2つの科目って何って言ったら、1つがね、労働契約法、これが1つ。労働一般常識の話？そうです、これが1つ。もう1つが労働組合法、この2つで、どうやって勉強したらいいのって言ったら、もし去年のね問題集とかお持ちであればと思いますけどね、それだったら問題集をやってみてください。もう問題集から入っていってください。もし問題集持ってないよっていう方がいたら、それをちょっと、まあ、厚労省のホームページあたり見られれば、労働契約法なんていくらでも出てきますので、そういう内容を見ていただければと思います。まあ、勉強の仕方いろいろありますからね、はい、どういう勉強でもできるから。でこの労基法を中心としながら、関係性が非常にある。で労働契約法は関係性が高く、一問多分出てくる可能性が高いんですよ。まあ、そういう意味で、少し軽くてゆとりがある11月12月はそういう勉強をしてください。これはお願いしておきますよ。そうすると、逆に言うと労働一般常識少し勉強していってるから、もう少しもうちょっとやりたいななんて言ったら、最低賃金法なんてやってもいいんじゃないの。あれ労基から来てるんだからね。そうでしょ。あんま広げていってももう終わりがないんだけど、でもしね、余裕っていう人がもしいらっしゃったらよ、もう一個だけちょっとやってもらいたいものがあるんですよ。何かというと育児介護休業法です。なんで今老基やりながらなんで育児介護休業をやるのって、それは育児っていう全体から見たら老基法に、まあ女性の保護規定がまずありますよね。育児時間なんてもあったもんね。それがある。で雇用権に行っても育児の休業の規定がある。これは男性も入るけどね、男性女性だけではない。それから年金行けば、健康権行けば、保険料関係に出てきますよね。それの大元になっているのが育児介護休業法なんですよ。そうやってね、それを学習してもらいたいなと思っている理由がね、皆さんが育児介護休業法どのぐらい去年時間勉強しました？ちょっと聞きたい。育児介護休業のところだけですよ。他のところじゃありませんよ。10時間以上やった人どのぐらいいます？10時間以上。これほとんど多分手が上がらないんですよ。でもあえて今やってもらいたいんですよ。あえて今、分かりますよね。だからカリキュラムにゆっくり進んでいく理由の中に、そういう科目の一番最初のルール、ここをゆっくり読んでればそんな難しくないんですよ。それが次から次へとやってくるから、形を変えて育児関連が分かんなくなってくるわけですよ。だそういう意味でその労働契約法、労働組合法、まあ、育児関連、まあ、特に休業法ね、ここあたりちょっと皆さんカリキュラムの中に入れてみてください。はい、まあ、それがアドバイスです。はい、じゃあ、早速、講義の方を進めていきたいなと思います。じゃあオリジナルテキストということで、この塾の最初のところ行きましょうかね。はい、もう最初に手叩いちゃいましたかね。山下塾ですよ。私はこの言葉はものすごく、まあ、10年ぐらい自分で担任生やってたんでね、まあ、自分で作った名前なんで、とてもなんかこう好き、いいなと思ってるんですよ。そしてこういう言い方をするんですよ、山下は。すごいでしょ。なんかどう、どんな反応する？はい、労基法講義はなるべく他の方を押しのけてて前の方に座ってください。
ここから私入ってくるんだからね。こういうやり方ですよ。これが山下のやり方なんですよ。すごいよ。あとね、過去問なんかね、僕やろうかな。うん。こんな過去問、月の裏側に貼り付けとけとかね。ええ。地下のね、倉庫の中に入れとけとかね、もうね。ダメ、これもう、これはもう絶対にダメ、もう絶対抑えなきゃいけないとかね、そういうこう自分でこう過去問作ってたんですよ。はい、だからもうこういうフレーズから、あ、なんかね、あ、今度始まるんだなと思って、はい、だから、まあこれを解き方講座、これを活用してください。これで何なのかはもちろんこれから始まるわけだから。で、私も3回受験してるんですけどね、なかなかやっぱ厳しい試験だなということは今も思います。はい。で、いやー、とうとうこのおじさんもう30年経っちゃったんですよ。何なんだと思いますけどね。はい。でも私本当に合格者はこれだけやってりゃそれなりにいます。はい。さあ、そしてこの1年間皆さんと通常の講義の方も進めていくんだけど、これだけです。目標はこれしかありません。合格だけです。だから内容が実務のものをやりたいとかそういう発想は全くありません。もうこれだけ、合格することだけ、それ以外は何もなし。はい。どう、こんなの。有能な人間は失敗から学ぶ、有能なのである、成功から学ぶものだとたかが知れてる、ウィリアム・サロン・ヤン。なんか哲学的になってこない？ね、有名な言葉らしいんですよ。1日練習すれば自分に分かる、2日練習批評書かれる、3日調布じゃん。これがフランスのピアニスト。おお、なんとはこのおじさん、だんだん哲学みたいな話になってきた。だからこれがオリジナル講座なんですよね。はい。何なのこのクラス。山下クラスです。はい。さあ、そしてまず労働基準法から今日、まあ、こう開講ということで始めていくわけですね。で、労基法は、まあ、全体の試験で、ね、中核となる法律の条文なんです。もちろん他のものも法律なんだけども、法律の中心地って、だってさ、言葉がね、基準法って言ってんじゃん。基準って何よ。まあ、最低基準だよね、もちろん。でも基本的な考え方を持ってるんですよっていう話なんですよ。だから基準、最低の基準を決めたわけです。一般的には人と契約をいたしますと、契約っていうのは皆さんご存知の通り民事的な話なんで、民法という法律が登場してくるわけです。例えば人と、まあ、お金をねちょっと貸したり借りたりするようなこともあるかも分からないし、物品の販売等もあるかも分からない。そして、例えば何かそういうので揉めた時に、近所の交番に行って、あの人捕まえてくださいって言ったって、そら捕まえてくれませんよ。なんで揉めたんですか、あの人お金返してくれないんです、詐欺ったとか、それは別だけど、通常話し合いでやってるね、例えば家賃を払ってくれないとかね、警察行ったってやってくれませんよ。それいわゆる人と人とは話し合いの中で生活をするというのは基本的な考え方だから。はい。まあ、それをまあ民法って言うわけですね。私たちこれを勉強しません。基本的なことを勉強しません。そしてここに労働者がいて、ここにまあ企業さんがある、まあ、個人の事業主さんも当然ありますけどね。で、このここに労働契約という言葉が出てくる。ちょっと略します。略字使いながら進めていきます。労働契約。そしてこの労働契約は実は本当は他の法律で見るはずなの。だけどわざわざ労働基準法という法律を作った。何か特別法という意味です。特別法って何ですかというと、労基法は最低の基準だけを決めてる。それに罰則もある。司法警察官という罰則もあって、逮捕されることがある。ね、逮捕される方。例えば公民権保障って、ね、ありましたね。あ、逮捕されるんですかね、あれ。逮捕されるんですか。懲役刑とかあるの？だから日本中懲役だらけになりそうだけど、しないではないけども、ありますよ。非常に罰則があるというのがこの民法と違う。民法って今言ったように話し合いの世界で、揉めたらあとは裁判に行くだけだから、お前さん出てくることない。労働基準は司法警察官が登場してきますからね。
非常にこう契約を特化しているわけです。そしてこの契約が最低の基準なんです。全て最低、はい、そしてこの契約が揉めて昭和の22年労働基準法で作ったんですよ。だからさ、もう今の時代と全く違うんですよ。全く違う世界。多分昭和の22年の人がもしね、なんかこう時間のなんかこう移動かなんかで今の時代にやってきたら多分びっくりしますよね。もう考えられないと。ちなみにね、私家族の写真があるわけですよ。私は子供の頃の写真がねいっぱいある。やっぱり洋服も全部違うんですよ。お正月の写真とかいっぱいあるんですけども、やっぱり全然違います。全くもう古い写真でね、白黒だけどね。そういうふうに社会が変わっちゃったんです。でも労基法は脈々とまだ続いてるわけですよ、はい、そしてそのためにもうトラブルが発生するわけです。あっちこっち今の時代と違うから、そうすると裁判になっていくわけです。で、裁判になっていくと、こういう法律の世界っていうのはどこで見るんですかというと、裁判は判例というのが出てくるわけです。その判例の一番上に行くのが最高裁の判例ですね。で、最高裁の判例の考え方の基本的な考え方は、憲法にどうなってるかで見ていくのが一般的なんです。だから、私たちは憲法25条という条文、憲法の25条、これの1項と2項という条文があって、1項が労働関係、2項がこれ社会保険。だから国民年金の目的条文を勉強すると、憲法25条2項ってのが出てきますよね。国民年金の目的条文になりますよ。で、1項は労働法の話なんです。それで最終的に裁判が、判例があるわけです。ところが判例がいっぱいあるわけですよ。今までの歴史上でいっぱいあるわけです。その判例がたくさん出来上がったんで、それはただ人と人と個別の判断だから、法律とは違うんです。なんか判例があるからって全部そうなるかって言ったら、それは違います。やってみ、そのいろいろ理由があるから裁判を起こしてみないとよく分かりません、はい。それだと国民に非常になかなか難しいし、もう最高裁まで行った判例だとある意味では法律に近い形がある、そこでその判例を全部集めたもの、その全部集めたもの、その契約に関して、これが一般常識で勉強する契約法なんですよ。だからこの契約法が非常にこうつながってるんで、やっぱり労働一般常識の契約法をしっかり学習しないと、労基が少しやっぱり意味がわからないんです。だって一番強いのは労働基準法は、勉強したら法令ってみんな知ってますよね。法律が一番強いんだ、じゃあ2番は何だあんだっつったら労働協約が強いんだ、3番は何なんだって言ったら就業規則だ、4番は何なんだったらここの契約だなんて皆さんがこれを勉強した。だけど労働契約法って法律でしょ。だからどうなの、法律なんだから位置的にはこれ労基より上、労働就業規則上行っちゃうわけだ。そういうのを踏まえて物を作ってるんですよ。だからそういう労働契約法がどういう位置づけになってるか、もっと具体的に言いますね。労働契約法は二十何条しかないんです。そのうちの半分が全部就業規則関係みたいなところが出てくるんです、労働契約のね。そういうところを見ると、あれ随分裁判の判例もいっぱいあるぞ。そして試験対策としては、それを同時にやっていけば選択肢がどちらから出てきてもいい。例えば有名なのに解雇なんていう判例もある。君を辞めてもらう、昔は通ってたんです。古い時代は、昭和の22年23年の時代はそれでもよかったんでしょう。最低のルールである30日分の予告手当を払うか、30日前に言えばもうそれでもよかったんでしょう。しかし問題が出てきたわけですよ。なぜって言って、労基法ってここから来てるじゃありませんか。25条のこれ1項、つまり生存権なんですよ。だからある程度期待値があって約束をしてきて長く勤めて、意味不明の辞め方、考えてくださいよ。例えば40歳前後としましょうか、仮にお子さんがもしいたらの話です。これはあくまで例え話ですけども、何歳ぐらいでしょうかね。ひょっとしたら18歳19歳ぐらいいらっしゃるかもわからないね。何がかかるんですか。学費ですよ。
ですよね。それが急にいきなりあなたもうやめてくれなんて言ったら、俺は明日からどうやって食っていくんだって、そういう話になっちゃうよね。だから裁判を起こす人がいっぱい出てくるわけです。生存権ね、はい。そして裁判所はどう言ったかというと、生活が安定、労働者を守るのが労基法だから、労働法だから守るわけよ。だからその守るためにはどうするかというと、まあ妙なね、ちゃんとルールを作って、4原則ってルールを作って、妙な解雇とかはダメだよって言って、いきなりやめてくれなんてそんなのダメだよって、まあ、みんなにまず説明会を開いたり、財務の話をしたり、あれ希望退職を募ったり、そんないろいろこう手を尽くしていって、最終的にどうしようもなくって指名解雇とか、それはまああり得ると。しかしステップをしっかり踏んで、まあ、これが労働契約法に書いてあるんですよ。現在も書いてあります、労働契約法にあります。だからまあこういうつながりがあるんだなと思ってもらいたいんですね、はい。でさあ行きましょう。でこの、まあ、条文というもの、あの法律ですから条文で、この条文を僕はこだわります。これからも各科目でこだわります。まあ素晴らしいね、よく作られてるなと思います。ただね、まあ、私個人的な話をあまりしてもどうなのかなと思いますけどね、やっぱり、ね、ちょっと今の時代と合わないものが私ちょっとあるなって個人的には思います、うん。なぜかというと電話の交換なんてやってる人 いるかと思うんですけどね。いや勉強してるとさ、秘密の記号とかなんか出てくるじゃん。なんなのそれとか思わない？いやいや先生さ、育児時間を取るのがさ、どうして女性だけなの？おかしいじゃん。今はもう男性も女性も関係ないという社会を作ろうとしてるから、やっぱこうだん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 こう合わなくなっていくんです。だからね、労基法をね、増築改築をやっていくんで、もともとあった32条なら32条に労働時間とかあって、労働時間があって、これを変えていくぞっつって32条2という形を取って1ヶ月単位32条3と作ってフレックスとかね、増築改築を進めていくわけですよ。まあ、最近だと適用除外の41条のところに41条の2と作って行動プロフェッショナルを入れてきてるんですね。まあ、このように体系が非常にこう複雑だから、あまあなんか今の時代こうどうなのかなと思います。だからそれを補完しているのが労働契約法なんですよ、はい。まあ、そしてもう一つ、この労働者一人一人の話だと、まあ、こっちからこう始まっていくわけだけど、まあ、会社はちゃんと理由があって法律の範囲の中であって、不利益変更ということでなければ事由によっては、まあ金銭関係、いわゆる給与関係の体系を変えられることはそれは可能です。ところが、労働者にとって就業規則、まあ、変えられるのはいいんだけど、やっぱり我々はもう少しお給料たくさんもらいたいっていうのが、まあ、ありますよね。労働者の地位の向上っていうんです。そうするとここにもう労働者がまだいっぱい出てきた、労働者がいっぱい出てきた、いっぱい出てきた。そうするとこれをこういう人がいっぱい集まってくることを何て言うかというと、これ団って言うんでしょ、塊ですね。あの高崎山のお猿さんって知ってる？僕あの大分よく遊び行ってたんだけど昔ね、寒い時ねみんな集まるんだよこれ。みんな集まってね、冬お猿さんが集まってね団取ってるんですよ。思い出すんだけどね、これいっぱい集まってくる。その団が、俺らさもうちょっと給料上げてくれよ、頼むぜと言ったら、ここでやってくるのが労働組合法だよね。労働組合法、そして労働組合法にで認証を受けて、法人化をして認証を受けて、労働組合っていう組織を作る。そしてこの労働組合が企業と話し合いをしていく。その時に使う言葉は何ですか？労働協約ですよね。労働協約ですよね。ここで協約が出てくるわけです。ただ労働組合だけではありません。労働組合法を勉強すると4分の3拡張方式というのがあるから、労働組合に入ってない方も一部この労働協約の適用を受けることはありえます、はい。それでどんな勉強をするかというと、労働基準法で例えば賃金のお話、5原則とか、本来は現物給付はいいのかって言ったら本来ダメなんだよ、でも労働組合だったら協約を結んでるんだったらいいよとかね。でもあと社宅だとか、寮だとか、そんなのどうなのって言うと、あ、じゃあ労使協定で構わないよとか、そういうのが出てくるわけですね。
つまりこういう形を見てみるとお分かりの通り、今繰り返して言ったけど労働契約法、労働組合法がやっぱり関係が出てくるわけですよ。だからこの労働基準をゆっくりゆっくり法律の形を作っていくんです、ね、そうすると一般常識をどうしても進めてもらいたいんです。それは皆さんは一度受験をされた方が多いと思うんで、まあ、初めての人もひょっとしたら聞いてる人いるかもわからないけど、そういう勉強がおすすめです、はい、でこれで条文という形に慣れていくわけですね、はい、そして、まあ、働き方の改革とか法改正もいいんだけど、あの判例はもうこれはね、もうこの試験ずっと続いておりますので、まあ、判例っていうのはもう徹底的にやっていきます。第1回目の講義とか第2回目で普通の授業を進めていきますけども、まあ、特に注意してお話したいのは判例です。もう一つもう選択式対策だと思ってください。そのためにしっかりと勉強しておきます、はい、で受験生の、ね、こうアドバイス、はい、文章の読み間違いとかひょっとしたら多かったんじゃないかなと思います。だって多分今日ここに参加されてる方も、まあ、あと 4,5 点ぐらいあったら合格されてる方結構いらっしゃると思うんですよ。でその 4,5 点が取れなかった理由は読み間違えてたとか勘違いしてたとか、そういう原因の方って意外とこの試験多いんですよ。でそこのところゆとりを持って取れる問題は取っていく、逆に何て言うかな、もう難しいなというのは後で、まあ、時間がある時にやりますよ。そういう受験勉強です。そして、問題時間配分、まあ、こういうところをね、やっぱりこう解き方講座の中でもお話していきます。そして皆さんこれ今日最初です。この試験はね、努力すれば合格できます。少しあの年数がかかる方も、私も3回受けたって言いましたけどいます、でもそういう努力をするっていうことによって誰もがチャンスをこれ持ってます。それをなるべくこの講座を使いながら あくまでも時間を短くして、点数を上げていきましょう、はい、じゃあ次のところを見てください。2ページ、はい、じゃあ労基のポイントいきます。まず労働基準法のポイントって何って言ったら、もう最低基準です。最低基準です。そして何するんですかって言ったら労働者の保護です。もうとにかく労働者を守る、この一点なんですよ。まあ、労働基準はもう労働者を守る、この一点しかありません。他に何もないです、はい、そして労基法の性格は、取締りといういわゆる罰則があるよという話です、はい、そして民事的に強行放棄という特別法という位置づけです。だから逆に労基に載ってないものね、例えばいろんな契約をする中にもいろんなことが載ってないものもある、それは一般法で見るんです。一般法で見る、あ、これは特別法の位置づけ。さあ次ちょっとした歴史を勉強してみましょう。もともと戦前のですね、古い時代ですけども工業条例という、まあ、これぐらいから労働法は始まっとるんですね。で明治38年とかね、法律にこれが変わった。で1911年、まあ、現在の労働基準の前身である工場法が作られました。だから皆さんこれをご覧になると分かりますけども、もう明治の最後の方の年でしょ。そして何が作られたのかといったら健康保険が作られてるじゃありませんか。健康保険で対象うんぬんって出てきますよね。そうすると流れとしては工場の労働者をどう守っていくか、医療分野、そういう発想が下の方に、まあ、あるわけです、まあ、日本のがどん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 、あのちょっと前まではみんなお侍さんがいたんだからね。いや皆さん江戸時代ってそんな遠くないよ。ちなみに、まあ、うちのね、私の、まあ、先祖、親父のおじいちゃんかな、もう江戸時代ですもん、うん、だって大正2年生まれだから、そうそうそう、親父の親父って言ったらもうおじいちゃんは江戸時代じゃありませんか。すごいよ。だから江戸って言ったら年めっちゃくちゃ遠く感じるけど意外と近いんですよ。私のひいおじいちゃんみたいなところになっちゃうわけね。その時代にこのね、もう本当に江戸時代ですよ。そこからこの工業化が始まっていったんですよ。すごいことじゃありませんかという話ですね、はい、この前ね、ある、まあ、テレビ番組見てて、まあ、これも雑談ですけどね、北九州というのを取り上げてたんですよ。で私ね、
地元なんですけどね、北九州ってあんまり行ったことないんですよ。あそこはあの 5つぐらいの市が一緒になっちゃって、まあ、工業地帯みたいなのを作っていったんですけどね、あそこから日本を出発したんですよ。変な話、あの東京駅もなんかそれでいうもので機材で作られたらしいですよ。すごい。だからもう大工場とかいろんなものを海外から輸入だけではなくて自分のところで作り始めたんです。だから工業とか工場法とか流れが始まるわけですね、はい。まあ、そんな中において、労働条件だとかね、深夜とかこういういろんな問題であったんだけど、大正5年までこれ延期されたんです。だから目指す最初は大正5年からスタート始まったみたいな話なんですね。